レベル16または簡略してレベル16はレベル社がドバイで開発中のスポーツカー。2013年11月に開催されたドバイ国際モーターショーで展示公開された。当時の発表では 5000HP の16気筒エンジンにより最高時速は 560km とされた。2015年に約1億5000万円で販売を予定しているとされていた。 2017年11月に開催された同省2017で量産モデルのコンセプト化が公開された。開発者であるラシードエールあったりはモーターショーよりテストを含めて今後12から18ヶ月で完成するという。また、レベル社のインスタグラムの投稿によると納車まで1年で購入できるという。5000馬力と最高速度時速5 0 0トル超えという 発表については、回帰的な意見も出ているが、2017年に、同社のエンジンを供給するスティーブ・モリス・エンジンズが、エンジンのテストを行い、最大出力は 5007HP、最大トルク 519.4Kgm という、結果が出たことを示す動画を発表している。しかし、実際に走行した場合どうなるかは不明である。また、ラシード AL あったりによると、 タイヤについても疑問が残るという。また、行動の走行はできないため、ラシード AL あったりは、行動走行が可能な二つのバージョンの開発を、していると語っている。一つは 2000HP を発生する V8、エンジン搭載のモデル、もう一つは 3000HP に抑えられた V16、クワットターボエンジン搭載のモデルとなるという。価格は、全車が160万ドル。 後者が180万ドルで、生産台数については限定する予定ではないという。ABCDEF プロトタイプのスペック。デビル16プロトタイプスペシフィケーションズ。ウェイバックマシン ABC。5000馬力のスーパーカーが、ドバイ国際モーターショーで世界初公開。市販予定も。価格情報。 シークドライブ、http コロンスラッシュスラッシュ www.j-sd.net スラッシュ tevel-sixteen スラッシュ2017年2月24日へずらん。16気筒プラス4ターボで 57HP、最高速時速 500km 以上、ハイパーカー、レベル16。 レスポンス、https コロンスラッシュスラッシュレスポンス jp スラッシュアーティクルスラッシュ2017スラッシュ11スラッシュ16スラッシュ 302602.html2017 年11月17日閲覧。ab, デビル i l 16, 300mph, Hypercarl Prototype u n v e i l e c n n 2 0 1 7年12月18日閲覧。 デビルシックスティーン、インスタグラム、2017年12月18日閲覧。5000、HP クワドターボ V-16、YouTube、2017年12月18日閲覧。ビデオ、5000馬力のハイパーカー、デビルシックスティーン最終試作者が、ドバイ国際モーターショーに登場。発売は1年から1年半後。 オートバログ2017年12月18日へ閲覧。ありがとうございます。